今回紹介していくのはこちらになるんですが、ジガートのアレートっていうイヤホンです。なんですけれど、まあフレッシュレビューっていうね、ゲーム周辺機器とかを紹介されてる方になるんですけど、その方とのコラボ品なので、その方もね、結構ゲーミングオーディオに関しては色々と発信をされてるので、まあこの組み合わせはかなり期待されてる方が多いんじゃないのかなと思うんで、まあしっかりどんな感じの音だったかっていうところをね、皆さんに話していきたいなと思ってます。まあ僕のね、理想とするゲーミングイヤホンの音っていうのもなんとなく確立はしつつあるんですけれど、まあこの人のね、好きなチューニングってこんな音だよなーって思ってたら、やっぱり結構ね、好むイヤホン、この人が好んでるイヤホンと、ね、結構似てて、ああ、やっぱりそういう音好きなんだっていう風にも思ったので、まあそういう話も含めてやっていこうかな。で、プラスね、これもね、紹介するよと思う。まあこれはそこまで使い込めてはないんですけれど、まあゲーム用ってわけじゃないんで、まあこんなものもあるんだよっていうことで皆さんに紹介したいかな。これね、まあ謎のね、ダックっていうことでさ、SNS ではね、ちょっとだけね、上げさせてもらって、AKM と ESS のチップが両方乗ってて、はい、もうすごいね、面白い製品なんで、まあこれもね、しっかり見ていただいたらいいかなと思ってます。まあただバランス接続とかがちょっとできないタイプで、まあ RCA でアンバランス接続になっちゃうんで、そのあたりがちょっとね、ゲーマーの方がどう感じられるかわからないんですけれど、まあしっかりね、聞いていただけたらなと思ってます。改めましてどうもダスです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。まあ、今回ね2本立てでやっていきたいと思ってるんですけれど、まあアレートはね、さすがやっぱりコラボしている人がコラボしているだけあって、なんか違うよね。まあジガートのイヤホンって何だっけ、僕チノか、チノってやつは聞いたことあったんですけど、まああれはね、いろいろと、なんだろうね、リケーブルしたらなんか変化があって、まあゲームで使えるかなと思ったんですけど、これはまあこのままでも全然いける。というかまあこの人が入ってるからそういう音になったんだろうけどね。でまあ、なんだろうな、結構リケーブルで変化する。だから、そういう楽しみ方ができるイヤホンなんじゃないのかなと思ってます。まあ面白いんでね、ぜひねゲーマーの方最後までお付き合いいただけたらなと思ってます。それじゃあ早速中身見ていきましょう。はい、内容物としてはね、かなりシンプルなんですけれど、まあイヤホン本体とケーブルが入ってて 3.5 ミリです。これは 3.5 ミリで、ケースがついてるんですけれど、ケースはついてるんですが、まあ、あとね、イヤピがちょこっと入ってる感じで、そんなに豪華ではないです。付属品。正直言って。まあ、本体に本当にね、むちゃくちゃお金かけたんだろうなって感じがします。ほぼ本体にお金がかかってると思います。これはね。で、お値段としては42,380円なんで、はい、正直言って高いです。高いんで、まあ、ゲーマーからしてみれば、もう本当にハイエンド。もうゴールでいいのかなって思ってしまうイヤホンの部類にはなっちゃうんですけれど、まあそれがどんなイヤホンなのかってところをね、皆さんに聞いてもらいたい。で、まあまずね、筐体とか見ていきたいんですけど、筐体ね、すごい綺麗です。はい。もうなんか、ピカピカしてますよね、これ。むっちゃピカピカしてる。この中に 1DD4BA のドライバーが入ってて、1DD がね、なんか 10mm のバイオセルロース振動板ってやつらしくって、あんまりなんか聞いたことない名前なんだよね、これね。まあ、これが深い低音出してるんだろうなと思うんですけれど、あとはね、バランスドアマチュアに関しては、ノールスのやつが使われてて、まあ、ちゃんとしたメーカー性が入ってるので、やっぱり本体にね、お金むっちゃかかったんだろうなって、僕はね、思ってます。で、ケーブルはね、まあ、こんな感じのケーブルで、そんななんか、すごい高級感があるかって言われたら、なんとも言えないかなって感じ。まあ、品質的には、ちょっと、なんだろう、やっぱ本体にむっちゃお金かけて、他にあんまりお金がかけれなかったって感じが、僕は、見れます。まあ、どっちかというと、まあ、これにね、金かけるのが一番だと思いますよ。まあ、箱豪華にするとか、まあ、付属品合格にするとかありますけどね。これが一番重要なんでね。で、2ピンです。はい。リケーブルは2ピンでできますし、埋め込まれてるタイプでもないんで、どんなのでも大体刺さると思います。で、ノズルの部分はね、こんな感じ。まあ、ソフトウェイズ UC だと、ちょうどカポッと余って、抜けないかなっていうような、状態になります。なんで、まあ、大体のイヤピ大丈夫なんじゃない？あんまり細いやつだとちょっとこれ入んないかもしれない。若干太め、な感じもするので、
はい、まあ、そんな感じになってますと。ではね、装着感見ていきたいんですけれど、装着感はね、こんな感じ。はい、はい、今もケーブルつけてないんですけど、うん、こんな感じです。密閉感自体は上の辺がちょっと密閉されないかな。なんかこの根元の部分はすごいキュッと締まるんですけれど、僕の耳の形状がそうなんかもしれないんですが、まあ装着感自体は全然悪いとは思わないんですけど、うん、フィット感で言うと僕はちょっとなんか上の部分が若干カボカボしてるかなって感じ。うん、なんかアフのやつとかってもっと密着するんですよ。こうキュッと密着するんですけど、うん、そんな感じで、まあやっぱりちょっと大きめですよね、うん、筐体自体は。うん、なんか横に広いというか若干厚みがあるんですよね、こうね。うん、まあ仕方ないと思う。これだけドライバー入ってるんで、まあ小さいのもありますけどね、中にはね。うん、なんだけど、まあこいつはあのしっかりいい音が鳴るんでね、それも含めてのこの大きさなんだと思います。じゃあね、こっから僕がね使った感想、メインの話ですね、やっていきたいなと思うんですけれど、まずね、ゲーム周辺機器をまあレビューされてる方が監修してるのもあって、まあ本当ね、期待されてたイヤホンになるのかなと思います。てかまあ僕も期待してました。この人とコラボするんかってなって、早く聞きたいなと思いながら、リンソールさんからね送っていただくのをちょっとね待ってた感じにはなるんですけれど、モニターっぽいっていうね、これね声もあるんですけれど、なんか僕の思うそのなんかゴリゴリのモニターサウンドとはやっぱ違うんで、やっぱりあのゲームを意識してるのは間違いないと思います。多分かなりゲームで使うのを想定してチューニングはしてるはずです。で最初思ったのは、あれになんとなく似てるなって、まあ、あれっていうのがシムゴットの EM6L とか、リケーブル5だったらカノン2とか結構似てるなと思ったんですけど、まあ、ドライバー構成が似てるのもあるんでしょうけど、アレートはモニター寄りにしつつ、なんかまあ、上質に仕上げた。まあ、全体を上質に仕上げたように思う。で、この人は多分はっきりと立ち上がる音をね、好んでるように思うんで、まあそんなチューニングになったのかなと思うんですけれど、で、まあどこが似てるかっていうと、一音一音を、まあ、すごい聞き取りやすい、まあ、音をなんか散らばせないようなサウンド。シムゴット系だと、EA シリーズ系あるじゃん。EA500 とか、EA1000 とか。最近ね、EA1000 に関しては購入したんですけれど、まあ、結構キラキラしたようなね、印象なんですよね。高音の部分が繊細で。で、EM6L とかになってくると、これか。うん。になってくると、若干なんか散らばる感じが抑えられとって、なるべく低価格でモニター的に聞き取れつつ空間表現もしっかり表現できるイヤホンなのかなと思ってて、ただ中高音重視でそのなんか低音部分の表現がやや弱いんですよね。そこをこちらのなんかアレートは、まあ、全然妥協はしてないし、むしろなそのこの質感がむちゃくちゃ高い。で、シムゴットもね、EA1000 あたりになってくると、低音の表現力かなり向上してるので、価格の違いもまあ、まあ最近わかるようになってきたのかなと思ってます。で、カノン2に関しては、ファーストインプレッションで感じたさ、はっきりくっきり感が、このイヤホンでも、まあなんとなく、感じ取れるんだよね。うん、これ。聞いてて。まあ、全く同じ音ではないけど、なんとなく、この人が好きな音ってこんな音だよなっていう、音がアレート聞いた時にね聞こえてきて、でまあこのアレートに関してはウォームにも若干まあなんかドライにもなれるようなイヤホンなのかなと思ってます。じゃあこのアレートの話引き続きやっていきたいんですけど、各音域がまあ被らないようにしっかり配置されてて、上質に本当にそれぞれ聞き取れるって感じ。というのも低音はそのなんか結構深い部分まで出てるんだけど、全然邪魔にならないんですよね。だから下の方で沈み込むようになってて、その上に広がらないんですよ。こうブッみたいな感じで、なんていうか若干止まる感じ、その被る手前で止まるような感じ。だから足音の音域が他と被らないように狙ってやってるんだと思います、これは。で、まあ、低音ってまあ深い低音と、まあ、普通の、まあ、低音があるじゃないですか。で、まあ、両方そんな上に上がってはいかないです。深い低音は本当なんか下で、ぐーっとなんか鳴るような感じだしね。
で、縦空間の広さっていうのが結構見方もしてそうで、もしかするとその足音って深い低音まで出した方が聞きやすいんですかね。僕はね、なんかそこまで深くなくてもいいのかなと思ってて、どっちかというと低音出して、まあ、すっきりさせつつ、なんだろうね、残響とか余韻がもうなんか本当自然に消えて他の音と被らない、ような音がね、なんか理想的なんじゃないのかなと思ってるんですけどね。で、まあ、話戻すと、ボーカルは程よい距離で聞けるんで、邪魔に全然ならないですし、ボーカルとその楽器の距離が結構、まあ、ボーカルここによってちょっと遠めに取られてるから全く重ならないんですよね。で、これはね、ボイチャの音をこう聞きながら、ゲーム音がこう周りで聞こえてくる感じにできるから、足音聞きながらボイチャで友達と会話しながら、まあ、混戦とかになっても全然問題ないようにね、なってるのかなと思います。で、高音はシムゴッドほど、まあ、なんか繊細で音の情報量いっぱいって感じではないんだけど、音の量がそのなんか多すぎないちょうどいいラインで抑えてるような気がしてて、それもやっぱり分かってやってるのかなと思います。で、音域だけで見てもやっぱりかなり強いよね。土台がしっかりした、まあ、フラットめなチューニングかなというところで、デフォルトだと本当なんか、まあ綺麗にまとまってる、まあ、余韻とかも感じれるし、デフォルトだと、まあ、綺麗にまとまってて、まあ、ゆったり聞けるだけど、まあ、爽快感みたいなのはちょっと感じづらいかなって感じで、空間に関しては横に広めに取られてると思います。奥行きも多少あって、縦がねちょっと広めに感じれるから、閉鎖感っていうのはない。リケーブルすればその空間っていうのが、まあ、はっきりくっきり音を出しつつ、まあ、何も聞き逃さないっていう風にね、できちゃうのかなと思うんだけど、まあ、僕の理想はどっちかというとアンバランスで聞いた時の音のような感じかな。なんだけど若干なんか、ウォーム感が強いというか、なんだろうね、そこがちょっと引っかかる部分ではあるけど、リケーブルで結構変わるかなっていうところかな。だけど、まあこのタイプは結構ゲームでは使いやすい印象なんで、だからカノン2とか、まあ、EM6L とか本当にあの価格であの音やからすごいいいよなとは思うんですけど、なんていうか、やっぱりゲーマーが監修してるだけあって、ゲームでの使いやすさっていうのはかなり意識されているように思います。じゃあこっからね、まあ、ケーブルの話最初しとこっか。ケーブルの話しとくと、まあ、ゆったりした空間のまま、まあ、結構自然な感じで聞き取れればいいなっていうんだったら、もうこのままでいいと思う。3.5mm で、それが嫌なんだったらもうリケーブルとか、もうイヤピ交換は前提で買った方がいいのかなと思う。だから、まあ、どちらにも化けられるあたり、アレートさん強いよなと思うんだよね。で、イヤピはまあいつも通りソフトイヤーズの UC 使ってて、そしてリケーブルなんだけど、なんかいろいろ手持ち使ってみたけど、やっぱ4世マーズが結構使いやすかったかなと思います。縦のね、空間が広がって、そのなんか音の階層がさらに分かりやすくなる上に、全体をそのなんかグッと引き締めすぎず、緩んでほしい部分は結構緩んでくれるんで、全音域のその聞き取りやすさみたいなのが上がります。その緩んでるっていうのは、そのなんか余韻や残響っていうのをちょうどいいぐらいに調整してくれてるってことかな。そんな風にまあ僕は考えてるんですけれど、で、上流はね、まあいろいろあるけどさ、こんな感じで、まあ K9 Pro をまあまずね、最近メインで使ってて、まあ K9 Pro、TP50 ともにまあ良好です。まあ、どっちじゃないとダメって感じでも全然ないので、高価な上流じゃないと本領発揮できないってわけじゃないと思います。フルバランスの上流使えば、しっかりこの辺はね、楽しめるんじゃないのかなと思ってます。そして、バーブラウン系で聞くと、よりね、ここ、ネオ IDSD があるんですけれど、それで聞いた感じ、空間表現っていうのが、なんだろうね、リケーブル語でも結構自然に思えたんで、はっきりくっきりさせすぎが嫌な方は、iFi 系で自然な音っていうのを楽しんでもらうのもいいのかなと思う。まあ、上流でも結構変わるね。で、ここでね、一緒に上流のことを話したから、さっき言ったさ、こいつ。もね、見せていきたいなと思ってるんですけれど、まあ、これね、どこのメーカーの製品なんだって
話になってくると思いますが、ドーコーディオさんの、まあ、ノブサウンドさんの製品になって、まあ、新製品が出たんで、よかったら使ってみませんかってことで、連絡いただいてたんですよね。で、なんだこれって思ってて、詳細についてね、見てたら、まあ、AKM と ESS の両方のチップが載ってると。いうふうに聞きまして、それはちょっとすごいなって思ってね、これね送ってもらったわけですね。はい。で、ダックチップについては何が載ってるかっていうと、ESS の 903892M と、AKM の AK4493 っていうダックチップが載ってます。はい。なんで両方使えるようにはなってるんですけれど、両方のチップは載ってるんですが、両方一気になんか出力して使うことはできないみたいなんですよ。なんていうか、このね、裏にこんな感じで、まあ、アウト1、アウト2ってあるんですけど、AKM と ESS の、両方出力モードにすると、1に片方、2に片方のチップみたいな感じになるので、両方のチップをなんか混合させて使うことっていうのはできないみたいです。あとはモード2、モード3ってあって、それぞれね、まあ、音が変わっていく感じにはなるんですけれど、これつけた方が分かりやすいか、こうウェルカムってね出るんですけど、まあ、今ね AKM と ESS って書いてあって、これねリモコンじゃないとねできないですよね。そこがちょっとなと思うんだけど、本体でできるようにしてほしいよなと思って、はい、こんな感じでモード1、モード2、モード3ってあって、それぞれ音が切り替えれる感じにはなってるんですけれど、これね、結構ね、なんだろう、ゲーマーにとってはちょっと使いづらいような感じかなとは思うんだけど、まあ、これ DAC なんでね、DAC 機能しかないですよ。だから、あれだよね、ヘッドホンアンプというかさ、3.5mm の端子をね、つけるところがついてないので、そこがね、ちょっと使いづらいんじゃないのかなと思うんだけど、まあ、僕の環境だと SMSL のさ、H300 につないで使ってはみたんですけれど、まあ、結構ね、そのなんか繊細めな音が鳴るかなと思いました。というのも、その SMSL のこの DL100 っていうのがね、今ちょうど来てて、まあ、これをまた紹介する予定ではあるんですけれど、SMSL って結構なんだろうな、太めの音が鳴るような感じのタイプなのかなと僕は思ってて、それに比べると、結構繊細な表現っていうのをしてくれるのが、こっちのノブサウンドさんのね、上流ダックになるのかなと思ってて、で、このね、モデル自体がちょっと、DAC911 って書いてあるんですけど、一応ね、Amazon の方ではもうね、ページができてて、22,890円で買えるので、まあ、そこそこなお値段します。で、これだけじゃ使えないっていうのがちょっとね、気になる点にはなってくるんですけれど、まあ、ゲーマーに紹介するのはちょっと難しいかなってところだよね。だから、そういう部分がね。だから、こんな感じで2つに分けて使わないといけないから、まあ、DAC プラス、まあ、これの場合だったら RCA で、外にね、流す、こっちに流して使うような感じで、一応ね、このね、アレートもね、使ってみたんですよ。なんだけど、僕ね、結構この組み合わせで聞くの好きでした。この2つの組み合わせで聞くと、なんかね、 SMSL の音ってすごい太い感じの音で、なんだろうな、なんか大味な感じ、繊細というよりかはなんか大味な感じがしてたので、なんかね、きめ細かい感じの音ではないのかなって最近思ってるんですよね。まあ、最初ね C200 に始まり DL200 と DL100 に関しては送っていただいてるから、結構いろいろと使わせてもらってはいるんですけど、なんかね、下のクラスだとそんなに繊細な表現っていうのが得意じゃないんじゃないのかなと思ってて、に対してノブサウンドはまあ、そうじゃなくて結構繊細な感じの音が出せてるから、まあ、音としてどっちが向いてるかって言われたら多分ノブサウンドだと思う。こっちの方が全然向いてると思う。だからなんかこれね、なんとなくつないで聞いた時の、まあ、感動というかさ、あ、すげえいい音になるじゃんって。RCA でつないでるからさ、フルバランスにはなってないと思うんですけれど、すごいいい音だったんですよね。だから、ここにね、置いて、AKM の音と ESS の音両方使うみたいな感じでね、遊んでましたけど、だから、ね、僕ね、これまあ、回路のこと全然わからないんであれなんですけど、その、モード1って ESS と AKM 両方が出力されるモードなんですけれど、このね、1に、まあ、片方、2に片方っていう感じでね、されるんですけれど、なんかね、モード1で聞く音っていうのが、なんか、モード2、モード3、
と比べるとなんか違うんですよね、音が。だからカイロでそのなんか被らないようにはなってるはずなんだけど、そうじゃない、うん、なんか聞こえ方変わるよねと思って、で実際にあのメーカーさんにも聞いてみたんですよ。なんかね3種類の音するんですけどって聞いたら、いやそれは回路的にはありえないよねみたいな感じで言われて、うん、多分気のせいだと思いますって言われたんですけど、明らかになんかチップが両方有効化されてるからか何かの音が乗ってるんですよね。だから僕はあのそのモード1であのアウト1にね繋いで聞いてるんですけど、うん、その状態で聞くのがすごいよくって、あのね AKM 単体の状態にするとモード2か、まあ、確か AKM だったと思うんですけど、その状態だとなんだろうな、ちょっと弱々しい感じになる、うん、あんまりはっきりしない。で ESS にすると、まあ、いつものなんかクリアーな感じにはなるんですけど、なんだろうな、その低音の部分がちょっとなんか緩むような感じになるのかな、ふわーっとなんか緩むような感じになるからなんともなーって思ってて、でモード1にすると、まあ最初にモード1聞いたんであれなんですけど、あモード1むっちゃいいなって思って、これ両方のチップの音乗ってんのって思ったけど、まあ実際はそうじゃないらしくって、で聞いては見たけどやっぱりなんかモード1の音の方がESS のなんかくっきりした感じもあって、くっきりした感じとなんか音の情報量みたいなのが両方あるような感じなんですよね。そこがすごいよくって、うん、僕はあのその組み合わせがとてつもなく良かったなと思ったんですけれど、まあなんせあまりあの使いやすいようなあの状態じゃないので、この RCA で接続して使うって多分皆さんフルバランスを期待されてると思うんで、うん、まあその辺がねあのどう評価されるかはわからないんですが、まあ僕はすごいねあの面白いなと思いましたね、この仕組み、うん、というかむちゃよくないですか両方のチップが乗ってるって、まあここのメーカーさんだけのなんか特許みたいな感じ、まあ技術でやってるっていうふうに言われてたんで、いやすげえなって思ったんですけど、うん、まあ面白い製品なんで気になる方はチェックしていただいてもいいのかなというところです。まあゲーマーにむちゃくちゃ進めるかって言われたらちょっと何とも言えないですけど、うん、オーディオ製品としてはすごい面白い試みをしているものだと思います。はい、ということで話がちょっとそれちゃったんですけど、まあここから本題だね。まあここまでね結構いいよみたいな評価をしてるように風にあの皆さん聞き取れたと思うので、まあある程度察しがついたかもしれないんですが、ゲーミング用途で考えると、まあ5万クラスではトップクラス争うレベルだと普通に思います。うん、低音がそのまとまってるタイプで、あの余計な残響や余韻で潰れないようなチューニングで、フラットで音を分析的に聞くことにもしっかり特化してると思います。で物足りなければそのリケーブルで強めの変化も期待できます。だからなんかもう別のイヤホンみたいな感じで聞ける、うん、でこのクラスになってくるとある程度の上流持たれてる方多いと思うんですよ、購入検討されてる方がね。うん、おそらくそういう方しか手を出さないと思うから、特にその駆動力がとかなんか鳴らせるかみたいなことはあまり気にならないというか、そういう話にはならないと思うんですけど、まあフルバランスでだいたい聞けるものであれば大丈夫なんじゃないのかなと思います。うん、 TP50 とか、まあこれ2万円ぐらいするね、スティック型のアンプダックにはなりますけど、まあそのクラスぐらい持たれてる方だったら購入して全然問題ないと思います。ということで、まあ僕は、MERS と、UC の組み合わせ。で、まあ今回ね、これである程度自分好みには、持っていった感じにはなるんですけど、ややね、これ、ドンシャリ方面に行くので、ケーブルはもっとその、なんだろうな、自然な音っていうのを表現しつつ、他の音もしっかり聞けるみたいな、最適解がありそうなんで、もうちょっと探求してもいいのかなと思うんですけど、現状思いつくのはちょっとこのね組み合わせかなと思いました。でデフォルトでは全体の音をもうほんと耳当たりよく聞けて、リケーブルすればはっきりと聞き取れる、その上で分離はしっかりしてるって感じで、まあさらにね深いところまで低音を楽しみたいっていう方にはね向いてるんじゃないのかなと思っております。大体僕がね使った感想としては以上になります。はい、ということでここまでお疲れ様です。皆さんアレートとこちらの911いかがでしたでしょうか。まあデザインとかいいよね、91ね、すごいね、うん、この天板がねクリアになっとって、
中が見えるっていうデザインすごいいいなって僕思うんだけど、うん、これねもうちょっと改良してなんだろうな、ゲーミングに寄せてもらったらなんかむっちゃ面白いのできそうなんですけどね。両方のチップが使えるっていうのマジででかそう、うん、ゲームにおいてというか、まあ音楽もね、そのなんだろうね、やっぱりチップで結構さ聞こえ方変わるじゃん、うん、だからそういう意味で両方が使えるってすげえいいのかなと思うんですけど、なんかねチップそのものを抜き取って切り替えるタイプは今まで知ってたんですけど、このタイプは本当に新しいと思います。うん、まあ、だし AKM と ESS って本当に定番じゃないですか、まあ、定番中の定番なんで、まあ、僕がだからねフィオの K9AKM と、まあ、プロの ESS 両方で聞くようにはしてますけど、まあ、AKM の方はすごいなんかボーカルがね前に来てボイチャの音むっちゃ聞き取れるみたいな感じになるような気がしてるんですけど僕はね、うん、まあでもUSB とかでね音の立ち上がる部分とかの調整をね入れてやればねすげえいい感じになるんで、まあコスパっていう面では AKM 版すげえ高えなって僕思ってるんですけど、うん、まあなんだかんだプロの方が使うこと多いですけどね、うん、こっちの方がなんか味付けがやっぱりついてないよなって思うからさ。で話がそれちゃったんですけど、アレートに関してはうんすげえ水準高くゲームで使えると思います。うん、やっぱりねこのフレッシュレビューさんが監修してる、まあコラボしてるだけあって音質がねなんかその音楽用とはまた違うような感じにはなってるから、うん、音楽用だけだったら多分こんな音にはならないと思うんだよね、うん、っていう風になんか僕は感じたのでいいなって思ってコラボできるの、うん、いや僕もね、まあ、そこまでの知識というかまあねチャンネル規模がないのでね、うん、コラボなんかできるのは多分もう夢のまた夢みたいなんでしょうけど、はい、まあ僕が作るんだったらどんな音になるかなって思ってて、うん、最近なんかはヒマラヤの音やっぱり、うん、かなり理想だなって思いますよ、うん、ヒマラヤの音が、うん、なんかその余韻の残る感じとかさ、うん、このなんかすっきりした空間の中で聞こえてくる、で余韻がなんかスッと消えていくような、うん、そんな音、なんかなんだろうな、うん、金属の鳴りが僕、うん、いらんのんかなと思う部分もあったりもするけど、うん、なんだろうな、理想ってどうなんかなっていうのを最近よく考えますけど、それが形になるのはいつなんやら分かりません。はい、まあだけど上流に関しては本当にもう少しでできるんじゃないのかな、今ソフトウェアの部分をやってるっていうのが連絡来たのは確か1ヶ月前ぐらいだから、そろそろサンプルというかちょっと完成したものが手元に来てニヤニヤしながら試すっていうね配信なり動画なりっていうのがちょっと出せるんじゃないのかなと思ってるんですけど、まあまたちょっとメーカーさんに聞いてみますかね。うん、その辺はねやっぱりね初めての試みみたいで結構時間がかかってるらしいんですよ。うん、もともとだってそれはゲーム周辺機器というかそのマイクを入れるっていうのを想定してないはずなんで、それをね無理やり入れ込んでもらって、あとはまあバランスの端子をつけてもらってとか、結構なんかまあむちゃくちゃなことを言いつつなるべく値段抑えてっていう風にね考えてますので、とかもう為替がむちゃくちゃだからいくらでリリースできるかさえもちょっとよくわかんないんですけど正直、うん、あれだけの機能詰め込んでるからね、うん、まあ、あんまりね高くならないように調整できたらいいなとは思ってるんですけれど、どうでしょう。はい、また話がねすごいそれましたが、今回ね紹介した2製品に関しては、動画のね説明欄の方にリンク貼らせていただいておりますので、そちらからねチェックしていただけますと幸いです。ということで今回の動画以上になるんですけど、少しでも良かったよという方はいいねボタンをポチッとして一緒にチャンネル登録よろしくお願いします。このままねこういったこれはね音楽用のイヤホンと言っていいのか分かんないんですけど、まあ音楽用のイヤホンを、まあ、ゲームで使ったらどうなりますよっていうね話たくさんやってます。だしまあ上流もねまあいろいろ揃えて
検証しまくってるし、リケーブルもまあ徐々にいろいろ揃ってます。リケーブルに関してはナイス HCK さんとかが協力してくださってて、いろいろね送ってくれたりとかするのもあって、だいぶね、研究が進んでます。なんでまあ僕なりにね、まあ限られた時間になるんで、どうしても発信の速度自体は他のねレビューアーさんとかと比べるとね、そこまでね高い頻度ではできてないんですけれど、まあゲーマーの方にとって役立つ情報っていうのを発信しておりますので、そういったね領域に興味を持たれている方はぜひね、チャンネル登録だけじゃなくて通知ボタンをポチッと押していただけますと嬉しいなと思っております。ほんならね、今回の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。またね。